こんばんは。3月12日木曜日、夜の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの岡田がお送りします。この時間は今日1日の東京マーケットの動きと、午後6時現在のヨーロッパ・ニューヨークマーケットの市況を予想します。今日の東京タイムはクロスを含めて円が全面高の様相となりました。ドル円は早朝の97円台をドルの高値に、ほぼ右肩下がりの展開をたどると、一時は96円台を割り込むなど、一本調子に近いドル安円高が進行しています。朝方発表された注目の日本の第4四半期 GDP 改定値が予想よりも良い内容となったことが好感されたほか、日経平均株価が前日比177円安と下落したことにより、日本勢によるリパトリ観測が台頭したことも円買いに結びついていたようです。なお、そうした中、今日の早朝にニュージーランドが予想通りとなる 0.5% の利下げを実施しましたが、韓国は予想外の金利据え置きを発表しています。続きまして、欧米市場の見通しです。テクニカルに見た場合、ドル円相場は過去2週間ほど形成してきた96円50銭から99円50銭という3円ほどのレンジを、とりあえずザラバベースですが下離れてきました。足元に見られるドル安円高の流れが本物なのか、それとも騙しなのか、この後欧米タイムの動向も大いに注目されています。ちなみに、そんなドルの次のサポートは移動平均の90日線が位置する95円90銭から95銭、そして今年の1月21日に記録したドルの年初来安値87円10銭を起点とした上げ幅のフィボナッチ 38.2% 押しにあたる94円85銭レベルなどとなるでしょう。そうした中、今日の欧米タイムに予定されている主な材料はご覧の通りです。注目される要因はいくつかありますが、経済指標で言えば2月のアメリカ小売売上高でしょうか。前月のプラスから一転して、今回はマイナスに落ち込むことが予想されています。経済指標の悪化はドル売りにつながるとばかりは言えませんが、ともかくその内容には注意してください。またガイトナー財務長官による10年度予算方針に関する上院予算委の公聴会出席が予定されていますので、こちらも要注意です。今日はそれ以外でもヨーロッパを中心とした要人による講演などが少なくありません。一連の要人発言が波乱要因となりかねないように思います。以上、夜の FX フラッシュをお送りしました。この後午後11時からニューヨークトゥデイをお送りします。